映像で始まりました。はい、なんか絵巻物のようで、春らしい感じがしましたね。はい、とはいえ、今週寒かったですよね。昨日も関東も雪が降りましたし、3月とは思えない寒さが続きます ね。一体いつになったら暖かくなるんでしょうか。気象は吉井さんです。おはようございます。この土日も真冬に戻ったような寒さが続いて、日本海側では大雪になるところもありそうです。来週後半はようやく春本番の暖かさがやってきそうです。後ほど詳しくお伝えします。まずはふるさとニュース。ご覧の地域の話題を 4K の映像でお伝えします。最初は鳥取からです。米子市で地元の人たちが世界一長い長さ22メートルのパームクーヘン作りに挑戦しました。正解。はい、青空に咲く鮮やかな黄色の花、こちらはミモザです、はい、東京渋谷の代々木公園でミモザの花が見頃を迎えています。ミモザは春先に直径1センチほどの黄色い花を房状に咲かせるマメ科の植物です。鮮やかでふわふわで可愛いですね、はい、昨日は国際女性デー、そのシンボルの花としても親しまれています。昨日は2020年以来の3月の積雪となった東京都心、朝は花にも雪がかぶっていましたが、午後には日差しで溶けて今は満開。代々木公園のミモザは今月半ば頃まで楽しめるということです。こうしたお花を見るとね、春だなと思うんですが、はい、でもまだまだ寒いですね。そうですね、今日も寒さが続いて日本海側では大雪になるところもありそうです。今の天気の分布を見てみますと、東北から山陰にかけての日本海側や四国の山沿いでも一部雪になっているところがあると見られます。天気図を見てみましょう、はい、日本海の低気圧が今夜にかけて東北を通過して、西高東低冬型の気圧配置となるでしょう。日本海側は広く雪となって、上空の強い寒気が流れ込む北陸や東北では雪の降り方が強まるほか、落雷や突風などにも注意が必要です。では詳しい雪の予想です。この後午前10時から動かします。東北や北陸を中心に雪雲がかかり続けるでしょう。能登半島でも雪や風が強まるため、吹雪にもお気をつけください。新潟から長野、関東北部の山沿いでは積雪が一気に増える恐れがあります。大雪に警戒するほか、吹雪や交通への影響、雪崩にも十分ご注意ください。では全国の土日の天気と最高気温を見てみましょう、はい、今日は仙台も雪が降って、北陸から北の日本海側は明日の午前にかけて雪が続きそうです。一方、東京から福岡にかけては日差しが広くあるものの、今日は風が冷たいでしょう、うん、最高気温を見ますと大阪、名古屋は9度、1桁なんですね、はい、全国的にも真冬に戻ったような寒さのところが多くなりますので、暖かい服装でお過ごしください。春らしい日はもう少し先ですか、はい、来週後半になるとようやく春本番の暖かさになりそうです、はい、最高気温の予想を見てみますと、この土日は広く平年を下回りますが、その先はこちらです。木曜日からは平年より高いピンク色のところが多いですね、はい、南から暖かい空気が流れ込んで、広く春本番の暖かさになるでしょう。桜のつぼみも膨らみそうです。待ち遠しいです、はい、そして天気は短い周期で変わりそうです。
月曜日は北日本や北陸でも日差しがありますが、西から天気は下り坂。火曜日にかけて南岸低気圧の影響で雨が降りそうです。南岸低気圧ということはまた雪の可能性もあるんでしょうか？今回は寒気が弱いため、東北南部や関東甲信も広く雨となりそうです。そして来週後半は広い範囲で春の日差しを感じられるでしょう。この土日はまだ冬の寒さです。日本海側では大雪や吹雪にお気をつけください。では今日の天気です。北海道は夜を中心に雪の降るところがあるでしょう。東北や北陸から山陰は雪や雨で、雷を伴うところや吹雪ところがありそうです。予想最高気温です。各地で北寄りの風が強く吹いて寒いでしょう。午前中の降水確率です。長野と東北南部や北陸山陰は 50% 以上です。午後の降水確率です。北陸、長野、仙台で高い確率です。週間予報です。明日日曜日、札幌や新潟の雪は日中は止む見込みです。気象情報でした。私今週前半梅を見に行こうと思ったんですが、見頃を過ぎていて、ね、断念したんですよ。ただ今年は咲き出すのが早かったので、うん、見頃も早かったんでしょうね、はい、なので、桜は見逃さないようにしたいなと思います、はい、というですね、福永さんのためにというわけではないんですけれども、お別れは桜の映像をお届けしようと思います。徳島市の橋塚桜です。良い週末を。